はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、 Z に勝った回数60回まで来ちゃいました。そしてですね、ベリアルに勝った回数は9回ということで、いよいよ今日はですね、レベル10のね攻略やっていきます。そして今日はね、 Y ポイント稼ぎも一緒にねやっていきます。30分間獲得 Y ポイント2倍の倍もらえるを使っていきます。さあ来ました、ベリアルレベル10、 HP えぐい。もちろん倒すことがね大前提になってくるわけなんですけども、やばいよね。ちょっと時間がね、30分いけるのかっていうのはねあります。さあ、バイモラエール Y 使うと30分間獲得 Y ポイントが2倍になるアイテム使います。さあこれでがっつり稼ぐぜ。さあ行きましょうか。パーティーはですね、こんなパーティーでいきます。ウルトラマンゼロビヨンド、まあ特攻ね、これしかないんだけど、まあこれだけを使ってね行きますよ。そしてウルトラマンベリアルはですね、まあ、獲得 Y ポイントがアップがあるんで入れます。さあでかい方のね元気ドリンク買いました。さあこれでいけるのか。さあミッション来ました。あとはうまくミッションが乗ってくれればワンチャンあるか。でも69万か。配列とね、このプニの配列と、あとはそのミッションがね、このゼロビヨンドに乗っかってくれればね、一撃一発が出ます。さあまっすぐパターン、これは一番ダメージ出る配列なんだけども、クリスタル山ブヨニ自体が弱いからね、ほぼほぼ HP ゲージ動きません。さあそしてドラゴンナイトビネガー、もうこの辺りはですね、豪傑の種族効果アップのスキルを持ったキャラです。だからゼロビヨンドにもおんぶに抱っこですよ。そしてですね、ウルトラマンベリアルは、まあ、ダメージはね正直出ないんだけど、獲得 Y ポイントアップがあるので、まあ入れていった方がいいんじゃないの。まあ他の豪傑をそこに入れるっていうのもあるんだけど、どっちみちダメージ出ないからさ、一緒だからね。さあそして覚醒エンマ、全ての種族効果アップ 20%。 覚醒エンマ自体はねそんなにダメージ出ません。561です。さあこれで1ミリほど HP 動きました。あとは獲得 Y ポイントがこれでですね、ダメージがまず2万9000です。そして2倍なので276、まあ結構稼げるんじゃないの。さあフルパワーいきます。さすがにね時間がありません。さあベリアルにうまいことミッション乗っかってきた。ただ配列がね、あまりこれはダメージが出ない配列。まあでも確実にねミッションは取っていきたい。もうここは運でしかないよね。なかなかね、これミッション、おっとマジか。ミッションも厳しい条件のあるんだよな。ミッションもね、発生、結構ね、この強い方の敵と戦うときにはミッション発生するんだけども、うまいことこのゼロビヨンドの時に発生するかっていうと、ちょっとね微妙なんだよね。運営もねそのあたりはうまく調節してきている。なかなかまるで避けるかのようにね、ビヨンドの時だけミッションが来ないみたいな、あるあるです。さあ HP69万9200 の世界ってね、ちょっと経験したことないので、この時間感覚だとかさ、元気ドリンクどれぐらい使うかとかさ、全く想像がつきません。そして Y ポイントもね、稼げるのか稼げないのか、これも全く分かりません。未知の世界。あとはね、フレンドのお助けがねうまく入ってくれると、おっと476ポイント、これはがっつり稼げるんじゃないの。さあ行きましょうか、フルパワーでいきます。フレンドのねお助けがうまくね入ってくれるかとかもあるんだけど、なかなかさタイミング合わないんだよね。このなかなかね、このちょうどこのチャレンジしているこの30分ね、ウッド以上取ろう、なかなかだから難しいとこはあるよね。もう常にさこのプニプニやってるわけじゃないからさ、なんかそこが難しいよね。まあ、一応ねゴールデンタイム狙ってやるわけなんだけど、
さあこれで8万5000ですね。今一歩ダメージでね、なんか20万ダメージぐらいボーンと来てほしいんだけど、今一歩でね。そして476はマックスです。いきます。ちょっとペース的にはやばいぞまだ3分の1ぐらいしか減ってねえ、3分の1も減ってねえか。ちょっとペースやべえ。ミッション来ねえ。ミッションが来るのと来ないのでは2倍違います。そしてこの国の配列ね、配列によっても2倍ぐらい変わる。だから大きいんだよね。4倍ぐらいね変わってくる。さあこれで7万です。7万だともう10回やんないといけないじゃないか。476、これはマックスです。で今回ね、僕はねゼロビヨンドはね、まあうまくガチャから出せたんだけど、まだアトロシアス、そしてセブン、ティガ、グリッターティガはまだ倒した仲間にできていないんだけども、そのあたりねゲットできていないんだよね。だからまだガチャも狙っていかないといけない。もちろんトリプルゼータのグリッターティガもねまだ倒せていないので狙っていきます。88000。そして476ポイントマックスかよ。さあ買いましょうか。ちっこいの買います。なるべくね最小限の出費でいきます。だから今回のコラボイベントさ、キャラの数が多いのでなかなかこのもちろんコンプリート目指してやっていくわけなんだけど厳しいね。まずは次ね、もう週末確率超アップ来るであろうアトロシアス、ここで引けるかどうかね。ダブルゼータこれが引ければさ、グリッターティガも多分倒せると思うんだよね。だからそこのガチャ引けるかどうか、まあ、僕はねワイポイントが無限にあるわけではないのである中で引かないといけません。さあ元気ドリンク買います。さあフルパワー。さあいよいよ残り見えてきました。1/4、あと少しと思いきや17万もありますやばいです。これはね特攻なかったら無理だよね。特攻しかもゼロビヨンドがなかったらさ、ティガとペダニウムゼットンだけで削れるのかっていうと削れる気がしないんだけどね。なかなか厳しい。さあ買います。元気ドリンクすぐだな。買いました。さああと8万2000です。ここから刻みましょうか。時間7分、微妙だね。刻んでいけるのか若干微妙ですけども、ミッション来ました。うまくいけばいける。事故ったら終わりです。もう2回挑戦するだけのねドリンクないんでワンチャンでいきます。さあ18000、残り5分。18000、1万と。さあ196ポイント。 Y ポイント的にはですね刻んだ方が稼げます。ただ時間がやべえ。さあ残り2分、あと1回2回いけるかどうか。おミッション来ました。さあ慎重にいきます。これは確実に取っていきたい。さあ配列的にはいい感じ、伸びる伸びる。おっしゃ2万6000来ました。残り8500、慎重に行こう。このターンでできれば削りたい。クリスタルヤバ武器用にまっすぐパターン、ミッション来たぜ。よし865、残り7700ってあと少しに見えて意外と削れねえな。やべえ、もう一回いるかな。時間がでもやばいぞ、時間がやべえ。いきます。316、やべえこのターン無理じゃねえか。グッド以上取っていこう。まっすぐパターン451、届かず。マジか。これで
お、行きましたね。おっと、助けありがとうございます。超やべえ、マジか、危ねえな。376ポイント超やべえ。お、元気ドリンク来ました。さあ、もう一回いけるね。行きましょう。ドリンクのね、あの倍もらえるの方の時間はもうちょっとあります。もうあと1回いきます。行きましょう。さあ、少しでも稼ぎたい。さあ、パーティーはね、このゼットン、そしてピグモンパーティー。さあ、ゼットン強いよね。7700です。そしてピグモン、技レベルマックス、限界突破10まで育て上げました。結構強いよね。2600。そしてミッション来たぜ、ベリアル。やはりダブルゼータは強い。1200。そして覚醒エンマ、それも確実に取っていく。さあ、そしてマックス強化 されたベリアルいきます。ベリアルはあまりダメージが出ません。474と。さあ、これでワイポイント的にはどうなんだ。ダメージは12600です。そして210、まあまあ稼げる。さあ、これでトータル的にどれぐらい稼げたのか。さあ、スタートがですね、412260なので、結果としては5520ワイポイント稼げました。まあまあっていうとこかな。微妙っすね。まあでもこんなもんでしょう。